皆さんこんばんは。運の塾の運のです。今日は6月8日月曜日の朝の、運の塾通信を報道しています。で、運の塾はですね、ここにありますように英語で塾をやってますので、また関心のある方は中級と上級両方ありますので、ぜひよろしくお願いします。今日はですね、今日のテーマはですね、久しぶりにですね、アメリカの不平等ですね、がこのコロナ COVID-19 で生じているということで、やっぱりその黒人とヒスパニックと白人とのですね、差別があるということを取り上げた記事です。4月18日でちょっと古いんですけれども、更新します。すでに広がっているギャップがウイルスによってさらに広がっているところにですね、ということで、その情報ですけれども、アメリカの今のですね、コロナウイルスの今日というか 6月の、2日ですかね、6月の3日の状況、感染者650万、死者が380万ですけど、アメリカどうかと言いますとですね、188万ですね。で、感染者が、それから10万8000人が死者ですね、なってます。で、失業率がこの中に出てくるんですけども、今現在ですね、4月で失業率がアメリカ 14.7% ですね。これではですね、16% までいくだろうというような見方をしていますね。それで、失業者がですね、2300万ということですね。それで、これが、失業者のパーセントですね。時系列でこう書いてありますけど、ずっと 3.5 までトランプ自慢してましたけども、 14.7% までいったということですね。この失業率が増えたっていう話をこの中でしております。それでですね、さらにですね、ニューヨークのことも言ってまして、ニューヨーク州は37万人の感染者と2万4000人の死者ですね。ニューヨーク市だけですと死者が1万6400人ということですね。感染者が20万人。あとその下は他の州、郡ですね。ニューヨークについても言及しています。あとですね、今回のコロナの死者がですね、白人に比べて黒人が多かったということで、これシカゴのこと、シカゴの例ですけど、シカゴというのは黒人の比率が 30% なんですね。しかし、コロナで亡くなった方の比率は6割で、黒人が人口の比率にかけて死者率が倍だという、この中では5倍って書いてありますけど、2倍、だから人口 30% なんですが、実際に死亡率は2倍だというふうなことですね。これ新書は書いてませんですね。ですけど、新しい記事だと、書いてありますね。5月24日ですから、最近の記事です。それからですね、あともう一つ大きな話が、これジョージ・フロイドっていう黒人がね、警察官に首を押さえつけられて殺されたミネアポリスの暴動ですね、話があります。で、ジョージ・フロイドは結局5月25日に殺されたってことは皆さん周知のことですけれども、これトランプを一時ホワイトハウスの地下室に避難するぐらいひどい暴動になったんですね。で、これ一部始終何人かがですね、録画を携帯電話で録画していたんですね。で、録画してる人もですね、
この警察官に関して、やっぱりその本人が息ができないと言ってるんで、話すべきだというようなことを言ったんですね。ところが実際には、警察官はそれを無視してですね、本人を窒息させちゃったんですね。まあ、信じられないですけど、こういうふうな暴動って過去はたくさんありまして、まあ、今回たまたま彼がですね、逮捕されたって、逮捕された後の経緯はともかくとして、やっぱり今回のコロナ、この後暴動があちこち起こるわけですけど、アメリカ全土でですね、で、逮捕した時の対応もですね、暴動化するようなことを警察がやったんですね。で、昔と違ってですね、今はもう、YouTube が発達してますから、携帯電話で動画撮れますので、それが瞬くまでに全米に広がってですね、トランプがホワイトハウスの地下にまで避難するぐらいの大暴動になってきたわけですね。で、これはもうトランプが州兵を、ね、動員したり軍隊を入れようというふうな動きがやっぱりその火に油を注いだ結果になったと思いますね。で、本人はやっぱりこういうことあってはいけないと言ったりです。もちろんミネアポリスの市長はですね、関わった警察官は殺人罪だというようなことを言ってるくらいですから、やっぱりそういうふうな良識ある方は言うんですけど、やっぱりそのトランプ自身がどちらかというと人種差別をする人なので、今回黒人に対して気持ちの表現というのはやっぱり黒人にはヒスパニックもそうですけど通じてなかったと思いますね。まあ、そういうことで大きな話題になって、そこで確かにこれトランプがね、この最後で言ってますように左翼ですかね、左翼のなんていうか関与があって、どこかありましたね、左翼組織がね、ここに資金を出してるっていうような話がどうもあるようですね。もちろんそういうふうな背景はいろいろ複雑な背景があると思うんですけども、やっぱりこの背後には、今回のコロナの差別、黒人と白人に対する差別の問題がその根底にあるし、もちろん長い年月のそういうその黒人とかヒスパニックに対する差別の歴史がずっとあるんですね。で、我々日本人にはあまりこういうような経験はないんで、体でそういうふうなことを感じていませんけど、根強いものがある。で、そこのコロナでさっきもシカゴなんかもそうですけど、黒人とかヒスパニックの死亡率が高いということは、当然そこに差別されたり、もしくはその病院に行けるようなお金がない、20% は2万5000人口の 20% が2万5000ドル以下で、今回のコロナで2万ドル以下の人がですね、40%、人口の 40% になった、その中にはほとんど黒人とかヒスパニックなんですね。で、そういうふうな生活が圧迫され、なおかつ保険にも入ってないし、病院向けない人がいっぱいいて、で、結構たくさんシカゴなんかで死んで亡くなってるんですね。そういうふうな背景があって、今回の警察官の黒人を窒息させちゃったということが火をつけて、ミネアポリスだけじゃなくてアメリカ全土に暴動が起こってしまったっていうのがありますね。で、トランプがやばいなっていうのは、やっぱりそこにその軍隊を出動させようっていう、彼自身がそれを出動をさせるっていうのさせるのはミネアポリスの市長であったり、そういうその県知事なんですけども、それを指導させろって彼が強く言ったことに対して、また黒人たちが反発したっていうのが今回のあれですね。で、トランプも選挙がね、11月なんで、結構それにと結構今回マイナス、いや、黒人を敵に回したっていうところがあるかもしれませんね。だから結構やばい事件ですね。
まあ、それに対しても中国はね、大喜びですよね。そういうふうにトランプの足を引っ張ってくれれば、当然中国に対する香港の国家安全法に対するね、制裁がまた少し後ろずれするから、まあ、中国にとっては嬉しいでしょうけど、まあ、これはちょっと有識問題で、そうした背景で今回の暴動が起こっています。その元になるですね、このアメリカの不平等というのは、このコロナでもっとはっきりしてきたということですね。しかもその失業者がさっき申し上げましたように、ものすごい数ですね、出てきたんで、3000万人以上失業者に出てきたんで、その多くが、まあ、黒人とか所得層の低いですね。これは図がありますけど、ちょっと見ていただきたいんですけどね。これですね。ノットワーキングって仕事失業してる人ですね。で、これは1000ドルが収録されてますけど、やっぱり失業率が3月24日の時に失業した人が、12%、それが 25% ぐらいまで上がってるのは、ね、年収所得、これ1000ドル単位ですから、2万ドルから3万ドル。要するにその、まあこれ、中間所得層って言ってもいいと思うんですね。で、2万ドルから2万5000ドルっていうのも、アメリカでは低所得、まあ中低所得層でしょうね。左側の人、貧しい人たちがまあ介護されているということですね。4万ドル以上は、まあ、この幅がそんなに大きくないですね。だそういうことで、その中低所得層の人たちがまあ介護されている。で、実際に 40% 以上 の2万ドルそこそこ の人たちが、2万ドルそこそこの人たちが人口の 40% を超えたということで、これ今まで 20% だったんですね、コロナの前は。今回の使用でそうなってしまったってことは大変なことですね。それに加えて、まあ、今回のコロナで結局黒人が、まあ、物理的に差別されたかどうかともかくにしても、彼らの所得層からすればその健康保険に入れないとかね、それから、まあ、病院に対してそれだけの高い治療を受けられないとかね、アメリカの場合もすごいそういうものがはっきりしてますけど、まあ、中国も一緒ですけども、アメリカの場合もそうですね、僕の友達がやっぱりアメリカの何ですか、高齢者は保険入らなくていいんですけど、60歳以上かな、65歳以上かな、保険に入らなくてもいいんですけども、ただ保険に入ってないとですね、医者見てくれないって言うんですね。ですから、まあ、そういう意味ではその黒人なんか保険に入ってなかったら結局美容院にもかかれなくて、まあ、死ぬしかないっていうことで、死亡率がシカゴの例みたいに人口の割に死亡率が2倍だっていうようなことになったんでしょうね。で、この内容を見ていきますとですね、 COVID-19 には2つの課題があると。1つは関連するウイルスの問題で経済の停滞をもたらしている。もう一つは貧困者に不利益をもたらしているってことだっていう、まあ、今回のレポートはそういうふうな言い方してますけど、この国は今63万8千人が感染し、3万1千人が亡くなっている。これさっき言いましたように、この当時4月の中旬は63万です。今や1ヶ月ちょっとですよね。6月、今でしょ、10日でしょ。180万人が、これ6月、3日のデータですけれども、180万人が、188万人がね、感染して、まあ、10万8000人が亡くなってるんですよね。だから、まあ、これ4月中旬ですと、63万、3万1000人だったけども、これからも、で少なくとも1700万、今3300万ですね。で、労働者の10分の1以上が過去3週間で失業手当を申請して、まあ、とんでもないことですよね。でこれさっき見せしましたよね、失業者ですね、2300万って書いてあるけど、実際には3300万の失業者っていうふうにどっかの資料見ましたけど、そっちの方が正しいかもしれませんね。 14.7% ですね。これからも何週間も何ヶ月もこうしたことが続いてきてますね。でアメリカの社会における格差はますます知られていくって、ここに来てですね、5月24日にミネアポリスの黒人が殺されてね、それでアメリカ全土に暴動が広がったっていうのは、結局そういう問題が起こったんですね。アメリカの死亡者の3人のうち1人はニューヨーク市だと。ニューヨーク市ですね、ニューヨーク市さっきお見せしましたけど、これしかもですね、
これですかね。あ、これニューヨーク市ですね。ニューヨーク市の場合はですね、16,400人が死んで、亡くなって20万人が感染者ですね。ニューヨーク市。この失病の問題点は均等ではないということだ。4月6日のデータでは、黒人とヒスパニックが白人の2倍ということで、ニューヨークだけではない。死者ですね。の死亡者が、死亡データでは、ヒスパニックの死亡比率が。白人の2倍ということだ。これはニューヨークだけではなくない。ミルウォーキーやニューオーリンズも一緒だ。シカゴの黒人は白人の5倍だ。これ実際には、さっきお見せしましたね。人口、シカゴの 30% の黒人ですけど、死亡したのが 60% ということで、まあ、5倍じゃなくて2倍ですよね。人口が 30%、死亡が 60%。そうですね。なぜそうなのかというと、黒人は高血圧とか糖尿病の比率が高いので死亡率が高くなる。まあ、これはそうかもしれませんね。生活レベルの低い人というのは当然医者にかかったりしませんし、まあ、健康管理が良くないケースが多いですからね。貧困であるがゆえに黒人とかヒスパニックは健康に保険に入っていない人が多く、テストとか処置を避けたがる。そうですよね。テストを受けて感染したとしても保険入ってませんから病院行けませんよね。黒人とヒスパニックの死亡率に大きな差異が生じるのは、彼らはテストを受けていない。また自宅待機しても空間はないし、車を持っていない。だから、密集してるっていうか、まあ、世界中貧しい人はどこでもそうですけど、人がいっぱいそこに住んでるわけで。またそのリモートできる仕事を持っていない。まあそうですね。だから感染しやすいと。で、微細の微粒子の多いところに長時間いるのと、田舎にいるのとでは、COVID-19 の死亡率に大きな差が出てくることが、ハーバードの調査で分かっている。で、呼吸器系の病気だからだということですね。1立方メーターあたりの1マイクログラムの増加でさえ、死亡率が 15% の増加する。だから、黒人の居住区はこの前者、要するに密集しているところですね。混雑しているところに混雑していると。で、人口密度が高くて、空気が汚染していて、健康に悪い環境にあって、タバコを吸ったり、肥満であったりすれば死亡率は高くなるということですよね。これ世界中共通ですね。特に今回アメリカの場合は、もともとね、黒人に対する差別がずっとありますから、そういう根強いものがあるんですね。ヒスパニックに対しても。で、標準偏差値で見ると、カウンティって、郡ですね、死亡率がそれぞれ16%、52%と増加するっていうんですけど、だから今回の、ミネアポリスのね、黒人暴動っていうか、無実の黒人がその警官によって殺されたと。まあ、それは市長とかね、トランプとか、皆さんそれに対しては、警察官の行為を批判しますけど、トランプが軍を出動させたりされろというふうにその州知事に言ったりね、やっぱそういうふうなこう黒人結構差別ですよね。トランプなんかのはもともと白人至上主義みたいなところがありますからね。まあ黒人の反感を煽った結果になって暴動がひどくなったって経緯がありますよね。だからちょうど今ね、香港の問題で大変な時にですね、たまたま国内に輪でその蓄積されたね、まあ、特にその今回のパンデミック の黒人の死亡率が高かったりですね、医療問題ですね、がもともとその爆発しそうだったところにそういうふうな黒人が殺されてしまったっていうことがですね、まあ席を切って暴動になったですね。まあ参ったなっていうことですね。で、今日まあ取り上げたのはそういうふうなことなので、まあ、取り上げましたね。これはだからアメリカの大きな地部の一つで、特にこういうふうな、なんか僕もよく分かりませんけど、なんかこの暴動の背後には何ていうか左翼系の組織が資金出したり、いろんなところの金出したりして
暴動煽ってるっていうのもあるようですね。もちろん中国が、まあ、金出してるのかもしれませんが、そういうこともあるようですね。でそれでもやっぱりそれだけでなくて、やっぱり不平等ですね。それが今回その不満に思っていたのが、まあ、今回の黒人を殺害で火がついたということですね。まあ、こういうことで、まあ、今日これぐらいします。登録のボタン右下にありますので、よろしくお願いします。